こんにちは。デュアルライフ実践者、企業、副業、副業コンサルタント、関達也です。今回の動画はですね、お金をかけずにデュアルライフを楽しむ方法、移動編をお送りしていきますね。デュアルライフ実践の1回目の動画でですね、デュアルライフの長所と短所をそれぞれピックアップしました。覚えてますでしょうか？もしまだご覧になってなければぜひご覧いただければと思います。で、そのデュアルライフの短所の方なんですけれども、こちらの短所の1番目にお金がかかるというのを挙げました。やっぱりデュアルライフというとお金というのはかかってきます。まあ、多少なりともかかってきます。で、実際に、まあ、デュアルライフをやりたいけども、まあ、お金がちょっとかかるから、まあ、お金がないから、いまいちこう踏ん切りがつかないとか、実際に始めてみたけれどもお金がかかって辞めてしまったと、まあ、そういう方いらっしゃるんじゃないかなと思います。で、このお金がかかるなんですけれども、まあ、2つ考え方があって、まあ、1つはその分お金を稼げばいいという考え方ですね。まあ、僕はどちらかというと本当にまあお金を稼いで、好きなこととか欲しいものっていうのを実現したんで、まあ、そっちのこう企業家っていうか、まあ、そっちの考え方ですね。お金を稼ぐと、まあ一つそういう方法選択があります。で、もう一つの選択はできるだけお金をかけずに、あとはできるだけお金を節約して、このデュアルライフをやろうという方向ですね。そっちの選択があります。で、今回は、まあ、できるだけお金をかけずに、あとはまあできるだけお金を節約して、実践してみようということでこの動画を撮りました。じゃん。お金をかけずにデュアルライフを楽しむ方法移動編というタイトルですね。で、早速ですけれども、移動手段をいくつかこう挙げていきますので、まず一つ目、飛行機ですね。まあ、皆さんおなじみの飛行機。やっぱり一番コストがかかると、まあ、お金がかかるというふうに思われている方も多いと思います。で、一番移動時間が短くて済むと。お金はかかるけれども移動時間短くて済む、やっぱりそれなりの価値はあるってことですね。で、この飛行機なんですけれども、できるだけお金をかけずに、まあ、節約してやる方法、どういう方法があるかなということで4つ挙げました。1つ目が格安航空券で、2つ目が LCC、 3つ目が早割り、4つ目がマイルということです。で、1つずつ挙げていきますね。まず格安航空券なんですけれども、格安航空券、国内とかでまあ検索するといろいろ出てきます。桜トラベルとかスカイスキャナーとかトラベルコとかですね、まあ、そういったところで、航空券の金額の比較というのができます。で、もう一つはヤフオクっていうのも結構これ狙い目でですね、ヤフオク、僕結構ヤフオクの、こういう格安航空券売ってる人から買ったりするんですけども、これが結構もう、前日、まあ、当日でも間に合ったりする人もいますね。そういうふうにもう前日とかでも格安で買えてしまうというところがあります。結構格安航空券だとですね、数日前に買わないといけないとかそういうのがあるんですけども、ヤフオクに関しては本当にもうギリギリで対応してくれる方もいて、ここですごく安く、譲ってくれたりもしますので、ぜひヤフオクをチェックしてみてください。で、LCC ですね。まあ、ジェットスターとかピーチ、バニラエアとかありますけれども、これは本当にその飛んでる各都市でデュアルライフを始めてる人、まあ、始めたいなと思う人にはもう LCC というのは本当に安いですよね。で、僕の場合はまあ宮崎、東京なので、やっぱこのもう飛行機っていう手段も必ず使うんですけれども、宮崎ジェットスターがまあようやく成田に飛び始めたんですけども、まあ、一人の移動の場合ですね、まあ、毎回スーツケースは持っていくんですけども、まあ、荷物預けたり、あとは成田からの移動の、まあ、電車賃、あと時間、まあ、いろいろ考えると、まあ、そんなに安くないというかほぼほぼ変わらないですね。まあ、格安航空券とかの方が本当よっぽど便利というかもう早いですし、ということで、まあ、LCC は家族で移動とかになると、まあ、例えば荷物を本当にまあ1つとか2つスーツケースをまとめて、あとはもう本当手軽な持ち込み可能な荷物で乗ったりすれば、家族、まあ、4人とか5人とかですね、6人とか、まあ、そういう感じで移動したらもうめちゃくちゃ安くは済みますよね。
まあ、そういうふうにうまくこう LCC というのは利用されればいいんじゃないかなと思います。あとは早割りですね。ANA とか JAL は75日前とか55日前とか45日前、28日前、まあ、そういった感じで早めに予約すると、まあ、最大で約 87% とか、まあ、そういった安くなるので、まあ、事前にこう早割りで予約すればかなり飛行機も安くなるなという印象です。他にですね、まあ、安い飛行機会社としてスターフライヤーとかスカイマーク、エアドゥ、ソラシドエア、フジドリームエアライン、アイベックスなどありますよね。宮崎だとソラシドエアが羽田まで飛んでるんですけれども、ANA との共同運航便でですね、ソラシドエアの場合は、直前のウェブ割とか、まあ、1日前とか取れたり、まあ、時間はちょっと、早い便とか限られたりはするんですけれども、まあ、直前でも安くチケットがなってたりとかはありますのでおすすめですね。はい、で最後はマイルです。これマイルを貯めるのって得意な人っていますよね。で僕はいまいちはマイルっていうのは貯めてないんですけども、情報サイトとかありますよね。そういうのをぜひ見て、マイルうまい貯め方をされるといいんじゃないかなと思います。はい、次は新幹線電車ですね。新幹線って本当にいいですよね。まあ、宮崎は走ってないんでもう非常に残念なんですけれども、新幹線が止まる都市、まあ、そこに住んでる人って本当にいいなと思います。飛行機って、まあ、乗ってる時間短くて済むんですけれども、まあ、例えば宮崎から東京乗ってる時間は1時間半なかったりしますね。うん、だからまあ朝出て、まあ、昼にはもう東京の部屋に着いてるみたいな感じだったりはするんですけれども、どうしてもまあ早めに空港に行って、そこからまた空港から移動とかいろいろあるじゃないですか。で新幹線の場合は、もう本当にその行ったらすぐ乗れるみたいな感じなんで、あんまりこう時間にとらわれずに気軽に乗ることができるからいいなと思いますね。なんでこう新幹線がこう止まる都市にデュアルライフをされている方っていうのは本当に、まあ、飛行機より新幹線の方がなんか手軽で便利じゃないかなとは思いますね。でその新幹線なんですけども、会員になると安くなるというのがあって、スマート EX とかエクスプレス予約っていう、まあ、会員があるんですよね。でスマート EX の場合は、まあ、200円の割引とかですけれども、まあ、エクスプレス予約っていう、まあ、その会員になりますと1000円から1500円の割引とかですね、かなりこれ大きいですよね。あ と、EX 早得とか3日前とか21日前で3000円から3500円割引とかになりますのでかなりお得だと思います。エクスプレス予約の場合は、まあ、会員が1年、1080円、まあ、これかかりますけど本当もう1回でペイできるみたいな感じなんで、まあ、新幹線使う場合はエクスプレス予約の会員になった方がお得と。あとはですね、プラットこだま、約 25% オフだったり、あと往復割引で買うと 10% オフになりますね。あと回数券を金券ショップで買うと、通常のまあ回数券よりも 5% から 7% 安く買えるんで、うん、そういったのをこ うまく使うとかなり節約はできますね。あとは電車移動の場合はまあスイカを使ったりすると思うんですけど、まあ、スイカとか、使う場合はクレジットカードで、まあ、チャージするとクレジットカードの方にポイントがつくので、まあ、その分割引になるという感じですね。あと同じように金券ショップで回数券を買うとか、あと時期によりますけれども青春18切符を使うっていう手もあります。これは春夏冬、まあ、大体30日から60日って季節によって違うんですけれども、その期間に使える切符ですね。11,850円で、まあ、5回分だから1回が2,370円っていう計算になります。これを1日、好きなだけ乗れるという感じですね。で次の交通手段は高速バス。これ高速バスってめちゃくちゃ安いですよね。最近本当に安くてびっくりなんですけども、調べてみるとですね、まあ、例えば宮崎から福岡まで2400円とかあるんですね。東京大阪は3000円とか、東京名古屋は1700円とか、まあ時期とか、まあその会社によって、まあ、この多少違うんですけども金額は、まあ安い、最安値を探すとこういう金額であります。なので、まあ時間はかかりますけど、まあ安く、移動するんだったら高速バスっていうのはありですよね。次の交通手段は自動車バイクです。まあ、自動車バイク、これって、自分が運転するっていう意味でこの自動車バイクなんですけども、
結構疲れますよね。ただやっぱいいのはもう自分でこう自由に寄り道ができるという感じで、まあ道中も楽しみながら、まあそれも人生の一つだということで楽しみながら行くことができますよね。でこの自動車バイクできるだけ安く済ませようとすると、まあ ETC 割引、カーシェアリング、レンタカー、まあこういったのを使うといいんじゃないかなと思います。まあ、ETC 割引は高速道路通過する時間ですね。その時間によって割引っていうのがありますので、そういうのをうまく利用すると。あと車がない人もカーシェアリングとかレンタカーを使うっていう手はあります。で、カーシェアリングの方なんですけども、基本的には乗り捨てっていうのはできないんですよね。まあ、乗り捨てっていうのはどういうことかというと、まあ、例えば、東京から、湘南あたりとかですね。まあ、そういったところに車で行ったとしますよね。で、東京で借りて、まあ、カーシェアリングして、熱海とか湘南で乗り捨て、どっかカーシェアリングの場所に乗り捨てっていうのが、まあ、ほぼほぼカーシェアリングっていうのはそういうシステムじゃないんですよね。元のところに戻すっていうところが、まあ、ほぼほぼのこう、まあ、決まりなので、まあ、そういったことで言うとカーシェアリングっていうのは、まあ、ずっと借りておくっていう時には使いますけどね。で、唯一ですね、一つだけ乗り捨てできる会社があって、タイムズっていうのは乗り捨てはできます。もちろん、その行き先にもタイムズがあるかどうかっていうのは確認しないといけないんですよね。で、レンタカーに限っては乗り捨てとかもありますし、まあ、ずっと借りててもいいですし、あと超小型モビリティというのが、まあ今注目なんですけれども、まあ電気自動車で、本当に一人乗りでこうギュギュギュッと車をちっちゃくしたようなタイプです。この超小型モビリティがカーシェアリングとか、まあ、レンタカーに今出てきてますので、まあ、できるだけこう安く車を借りて、燃費もいいですしね、電気自動車なんで、まあ、そういったことで、今注目浴びてますね。はい。で、次の移動手段なんですけども、まあ、これどんどんお金がかかんなくなるっていう風になっていきますけども、自転車徒歩ですね。まあ、これちょっと笑っちゃいますけど、あまりにも距離が遠いとさすがに自転車徒歩はないだろうって話なんですけど、一応交通手段として挙げました。まあ昔は車もバイクも新幹線電車ももちろん飛行機もなかった時代を考えると文明の進化というのは本当すごいですよね。こういう楽しみも一つありんじゃないかなと思って自転車徒歩を挙げました。最後に挙げる交通手段なんですけども、ヒッチハイク、友人恋人ということです。これどういうことかというと、まあ、ヒッチハイクはわかりますよね。デュアルライフをやるっていうのをこうヒッチハイクでいつも移動するっていうのもなかなか面白いとは思うんですけども、まあ、ヒッチハイクっていう手段はありますよね。あと、友人とか恋人に送ってもらうとか、まあ、一緒に移動するとか、こう割り勘とか乗せてもらうとか、いろいろそういう手段を使って移動するっていうのも一つあるんじゃないかなと。まあ、こういうふうにいろいろこう工夫してですね、できるだけお金を節約したり、お金をかけずにやろうとすれば、まあ、いろんなアイデアというか、まあ、実現するためにはいろんなこういったアイデア出てきますよね。はい。じゃあ最後に今挙げたのを全て書き出しますと、飛行機、新幹線、電車、高速バス、自動車、自転車、徒歩、ヒッチハイク、恋人、友人。まあ、デュアルライフというとどうしても2拠点なので移動っていうのはありますよね。その移動時間をいかに短縮して移動するか、その場合はどうしてもやっぱりお金っていうのはかかってくるっていうことになりますよね。だからお金を出す分早く移動する。それかお金をかけず、その分長くかかりますけど、労力もかかりますけども、その道中を楽しむというのも一つ、デュアルライフの面白さになるかもしれません。まあ、今回は以上です。デュアルライフ実践、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃ今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。それでは。